俺ら一体何をしに来たんだ本当に。これオープニングですからね。こんにちは、佐藤色です。こんにちは、佐藤です。今日は石川の金沢に来たということで、金箔のね、黄金に輝くソフトクリームを探し求めてここまで来たわけなんですけれども、見てください、これこの雨ね。まあなんか過労してこのパラソルがあるところに今避難してるわけなんですけど、半端ね、一歩も身動きが取れません。店あそこなんですよ。店ここなんですよ。食う場所がね、そう、店がここにあるにもかかわらず、ちょっとね、身動きが取れないという状況にさらされておりまして、今うわ、風が天気予報じゃない、何なんていうの、台風中継みたいじゃんこれ。いい、こちらっつって、こちら金沢県、金沢県じゃねえや、近くて遠いね。そうね、近くて遠いよ。この白一さんっていうところに僕たちは、ね、今日行きたいんですけども、びしょびしょの顔で行けないし、中にも入れないし、今ここで立ち往生してます。ソフトクリームもらってからどこ行くんだって話ですよね。食う場所がない。すぐ食う場所ないから。でもこのびしょびしょの服で入れる。そうね、ということでちょっとしばらくここで考えます。はい、ということでなんとか買いました、金箔のソフトクリームを。やばいですよこれ、美味しそう。めっちゃ金だよこれ。そうかどうか分かんないね。すごい、まあ普通のね、バニラソフトクリームの上に金箔がかかってて、まあ半分なんですけど、まあそれでもこっち側はね、金箔の真っ金金のソフトクリームでございます。ございます。いただきます。あ、ごめん、今かぶせた。まあ今日こんな風に肩もびしょびしょ、ほら見て、もうめっちゃ濡れてんの、肩びしょびしょで、金箔ソフトクリームは食べるのも必死なんですけども、ぜひ皆さんも金沢に来た際には、あ、これ891円です、1個。ということで、ぜひ皆さんも金沢に来た際は金箔ソフトクリーム食べてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。